はもう開幕に合わせて選手たちを合わせるんで 100% になっていると思いますけどね。もうだいぶいつでもいけるよっていうぐらいの、はい、そうですね、はい、2戦とかじゃなくてもう初戦からいくと思います。やっぱりそのアカデミー育ち、はい、もう木田選手もそうですけど、こういう選手がチームを引っ張ってくれるっていうのは嬉しいですね。本当嬉しいです。おーコースを狙ってきました。タイマーですね。アンデルソン・ロペスが流して水沼コータルーズボール拾って縦パス、これはうまく入れ替わる。アンデルソン・ロペスマッチアップアカンジ、うん、縦いく右足、おっちょこぼれ球拾うロペスだ。先制フマリノス。いや最初の縦パスで抜け出したところから、まあ、彼の1対1スピードも良かったですし、最年長が水沼コータの33歳になります。あとパスが流れました。なんとか拾ってアンデルソン・ロペス、エーベルうまく残します。逆サイド松原フリーだ、ダイレクトシュート前2対0になりました。スペースを見つけて出ていった松原、あとはオンサイドにならないような、今コータが中に入ってたのでこっち側は空いてるんですよね。これはイメージ通りのクロス、はい、素晴らしかったです。まあ、こういう2点リードでどうでしょう、自信を持ってよりアグレッシブに栗原さん、はい、攻守にわたっていけるといいですね。フマリノスはそうですね、やっぱやれるっていう、わあいいタッチ、よく触った一森。パルマへ長戸がつきます。スイッチをしてウォーカーマイナスの折り返し、うまい、1点差。最後はストーンズ、全体が下がってしまって一番危険な選手のところが空きましたよね。アルバレス味方につなぐというよりはもう速いボールでということですね、はい。オッケー、クロスバー、おっと捕まった。2対2同点、ビルドアップを狙われました一森。感じでもすぐにスッとこう、今もそうだったですけどハーランドとかは、いや来た来ました、ハーランド左足前、ワンタッチコントロールからのフィニッシュ、勝ち越し。シルバーのところもちょっと確認しつつ、はい、懐が深い、こう自分の体をうまく使っている。フォーデン丁寧なワンタッチフィニッシュ。まあ、行くとかわされる、そしてスペースを作ってしまったノドリ、ミドルシュート。もう最終ラインいけないですよね、ボールに間合いが全然詰められないですもん。まあ、作られてしまったわけですね。そうですね、前に行ける人がやっぱりいなくなってしまったというところじゃないですかね。やっぱりクロスとかシュート対応もそうですけれども、栗原さん、はい、あの触れるか触れないかっていうところが、こう守備側の選手からしますと、おーっと入れ替わった。ナイス、1点も返します。相手の連携ミス見逃しませんでした。井上いいですね、スピードが行きましたよね、上中かなと思いきや井上を真ん中に置いて、ちょっとちょっとうまく連動しない、間ができてしまいました。フォーデン
固めてボブ、ワイドにカンセロスペース、いやー、いいボール、すごいとこ通った、カンセロからハーランド、完璧ですね。上島も多分見てるんですけど、カンセロ狙います、終わりました、3対5、F・マリノスは2点先行しましたがギアを上げたマンチェスターシティ圧巻の5得点。